新型コロナウイルス感染症の世界的流行アジアにおける新型コロナウイルス感染症の流行日本における新型コロナウイルス感染症の流行東京都における新型コロナウイルス感染症の流行東京都における2019年コロナウイルス感染症の流行では日本における新型コロナウイルス感染症の流行のうち東京都内での流行について述べる東京都内で 初めて患者が確認されたのは2020年1月24日で、同年2月13日には東京都内居住者の感染が初めて確認された。東京都は同年3月26日、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、東京都新型コロナウイルス感染症対策本部を設置した。 2021年7月4日時点で東京都内の1日あたりの感染者数が最も多かった日は2021年1月7日に確認された2520人である。1月1月24日、中華人民共和国から来日した湖北省武漢市在住の40代男性旅行者が東京都内で初めての新型コロナウイルス感染症患者と確認された。 1>, 1月15日に神奈川県で確認された感染者に続いて国内2例目となった。この患者は来日前に医療機関を2度受診していたが肺炎の診断はなく経過観察となり来日後の1月20日に日本国内の医療機関を受診した際も診断は変わらなかった。しかし発熱と咽頭痛が続いて1月22日に再受診したところ 肺炎像を認め、都内の医療機関に転院し、入院した。入院中に、症状は落ち着き、その後、退院した。2月2月13日、東京都内在住の70代のタクシー運転手の男性について、新型コロナウイルスの検査で陽性反応が出たことが判明した。都内で4例目の感染事例で、東京都在住者及び、日本国籍者としては、 初めての感染者となった。外国への渡航歴はなく、中国人客の乗車もなかったという。3月3月24日、東京都内の感染者は18人増えて、累計で171人となり、それまで感染者数で1位だった。北海道の162人を抜いて、都道府県別で国内最多となった。3月26日、東京都は、 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、東京都、新型コロナウイルス感染症対策本部を設置した。3月28日、新たに64人の感染が確認された、東京都では27日まで3日連続で40人以上の感染者が確認されており、感染の拡大防止のため外出を自粛するよう要請している。3月29日、 新たに72人の感染が確認され、1日の感染者数で過去最多となった。そのうち20数人は台東区の病院の関係者である。同日深夜、同月23日に感染が確認されたタレントの志村健が都内の病院で死去。3月31日、新たに78人の感染が確認された。そのうち49人は感染経路不明である。 4月4月1日、新たに67人の感染が確認された。そのうち44人の感染経路が不明である。4月2日、新たに98人の感染が確認された。そのうち35人の感染経路が不明である。4月3日、新たに92人の感染が確認された。そのうち61人の感染経路が不明である。また、 長年市総合病院の入院患者2人の死亡が確認された。4月4日、新たに118人の感染が確認された。そのうち82人の感染経路の不明である。また、長年市総合病院の患者3人など5人の死亡が確認された。4月5日、新たに141人の感染が確認された。そのうち45人は感染者の濃厚接触者。 4人は海外からの帰国者で96人の感染経路が不明である。これで東京都での感染者数は1000人を超え1033人となった。4月6日、新たに85人の感染が確認された。そのうち76人の感染経路が不明である。また、安倍首相が4月7日に緊急事態宣言を出す方針を示した。4月7日、 新たに87人の感染が確認された。そのうち64人の感染経路が不明である。また、長都市総合病院の入院患者である90代、女性1人の死亡が確認された。4月8日、新たに156人の感染が確認された。そのうち110人の感染経路が不明である。また、 長戸市総合病院の入院患者3人など4人の死亡が確認された。4月9日、新たに183人の感染が確認された。そのうち128人の感染経路が不明である。また、70代男性1人の死亡が確認された。4月10日、新たに199人の感染が確認された。そのうち161人の感染経路が不明である。また、 4人の死亡が確認された。4月11日、新たに198人の感染が確認された。そのうち156人の感染経路が不明である。4月12日、新たに174人の感染が確認された。そのうち87人は、中野区の中野江ごた病院の関係者で、71人の感染経路が不明である。また、2人の死亡が確認された。 4月13日、新たに100人の感染が確認された。そのうち85人の感染経路が不明である。4月14日、新たに159人の感染が確認された。そのうち107人の感染経路が不明である。長都市総合病院の入院患者4人など5人の死亡が確認された。4月15日、新たに127人の感染が確認された。 そのうち42人は濃厚接触者、2人は海外帰国者で83人の感染経路が不明である。また、6人の死亡が確認された。4月16日、新たに151人の感染が確認された。そのうち105人の感染経路が不明である。また、3人の死亡が確認された。4月17日、新たに206人の感染が確認された。 そのうち138人の感染経路が不明である。4月18日、新たに186人の感染が確認された。そのうち130人の感染経路が不明である。また、5人の死亡が確認された。4月19日、新たに109人の感染が確認された。そのうち67人の感染経路が不明である。また、3人の死亡が確認された。 4月20日、新たに101人の感染が確認された。そのうち77人の感染経路が不明である。また、長戸市総合病院の入院患者3人など6人の死亡が確認された。4月21日、新たに123人の感染が確認された。そのうち42人は、濃厚接触者で、残りの81人の感染経路が不明である。また、 4人の死亡が確認された。4月22日、新たに123人の感染が確認された。そのうち49人が濃厚接触者で、74人の感染経路が不明である。4月23日、新たに134人の感染が確認された。そのうち85人の感染経路が不明である。また、女優の岡江久美子など6人の死亡が確認された。 4月24日、新たに170人の感染が確認された。感染者の濃厚接触者89人のうち26人は、練馬区の練馬光ヒカ病院の関係者で、残りの81人は感染経路が不明である。また、長年市総合病院の入院患者4人など6人の死亡が確認された。4月25日、新たに119人の感染が確認された。 そのうち51人は濃厚接触者で68人の感染経路が不明である。また、長都市総合病院の入院患者2人など7人の死亡が確認された。4月26日、新たに82人の感染が確認された。そのうち56人の感染経路が不明である。4月27日、新たに41人の感染が確認された。 そのうち17人の感染経路が不明である。また、ネリーマヒカリがオ病院の入院患者2人など6人の死亡が確認された。4月28日、新たに113人の感染が確認された。そのうち70人は濃厚接触者、1人は海外帰国者で43人の感染経路が不明である。また、木頭病院の入院患者一人など二人の死亡が 確認された。4月29日、新たに47人の感染が確認された。そのうち17人は濃厚接触者、3人は海外帰国者で27人の感染経路が不明である。また、9人の死亡が確認された。4月30日、新たに59人の感染が確認された。そのうち43人は濃厚接触者で、 16人の感染経路が不明である。また、3人の死亡が確認された。5月5月15日、東京都の累計感染者が5000人を超えた。月中に離島の三倉島で初症例が発生。6月6月2日、東京都は5月下旬頃から再び感染拡大の兆候があるとして、独自の警戒情報である東京アラートを発動した。 同11日、発動の目安を下回ったことから、東京アラートを解除した。6月24日、新たに55人の感染が確認された。このうち、23人の感染経路が不明である。5月5日、以来、1日あたりの感染者が50人を超えた。6月27日、東京都の累計感染者が6000人を超えた。7月7月2日、 新たに107人の感染が確認され、そのうち45人の感染経路が不明である。また、5月2日、以来1日の感染者が100人を超えた。7月9日、新たに224人の感染が確認され、このうち104人の感染経路が不明である。また、4月17日以来1日の感染者が200人を超え、当時では過去最多となった。 7月22日、東京都の累計感染者が1万人を超えた。7月23日、新たに366人の感染が確認され、そのうち255人の感染経路が不明である。また、初めて1日の感染者が300人を超えた。7月31日、新たに463人の感染が確認され、このうち289人の感染経路が不明である。 また、初めて、1日の感染者が400人を超えた。8月8月1日、新たに472人の感染が確認された。このうち305人は、感染経路不明である。1日あたりの感染者としては、過去最多となった。8月27日、東京都の累計感染者が2万人を超えた。9月月中に、離島の伊豆大島、八丈島と父島で、 初症例が発生。10月10月25日、東京都の累計感染者数が3万人を超えた。11月11月28日、東京都の累計感染者数が4万人を超えた。12月12月18日、東京都の累計感染者数が5万人を超えた。12月17日、モニタリング会議が開催された。医療提供体制の警戒レベルについて、 4段階の、うち最も深刻な、体制が逼迫しているに引き上げた。医療提供体制がレベル4になるのは初めてである。12月26日27日、検査で陽性となった高齢者のうち、それぞれ70人以上が入院できない状況となった。12月30日、モニタリング会議が開催された。東京都医師会の井野口正隆副会長は、 このままの状況では破綻の危機に瀕する可能性が非常に高いと表明した。12月31日、新たに1337人の感染が確認され、1日あたりの感染者数が初めて1000人を超えた。2月2月1日、東京都内の累計感染者数が10万人を超えた。2月6日、東京都内の累計死者数が1000人を超えた。 3月3月12日、モニタリング会議では、今後の見通しとして、今後、変異株等により、第3波を大きく超える、再拡大が起こる、可能性があるという見解を検討していたが、公表の直前に削除されて、変異株等により急激に感染の再拡大が起こる、可能性という表現に変更された。4月4月15日、モニタリング会議が開かれ、専門家は、 第3波より急速に感染が拡大し、波が大きくなる可能性があるとして、強い懸念を示した。さらに、小池知事は、モニタリング会議の後、都会に住む人は可能な限り東京には来ないでほしいと、述べた。4月25日、東京都に緊急事態宣言が発令された。5月5月21日、東京都の累計死者数が2000人を超えた。 6月6月18日、感染者数のこの日までの7日間平均は389.0人で、前の週を上回り、感染者数は下げ止まりとなった。前の週を上回るのは5月17日以降のことで、ある。東京都によれば、PCR 検査や抗原検査で陽性と確認された日から、都が公表するまでに3日ほどかかるという。 その理由はアナログな集計方法にある。医師が新型コロナウイルス感染症発生届を作成してファックスで保健所に送信し、保健所が内容を確認してファックスで東京都の感染症対策部に送信する。都が発表する感染者の人数は週前半に少なく、週後半に多い傾向があった。また、東京都は毎日の午前9時までに報告された人数を 発表している。本説では、集団感染が疑われるケースも記載する。2020年2月14日、前月18日に、屋形船で行われた都内の個人タクシー組合支部の新年会の出席者から、複数の感染者が確認された。うち二人は2月13日に感染が確認された70代のタクシー運転手の男性の関係者だった。新年会の数日前、 屋形船の従業員が武漢市からの旅行者を接客したという。長戸市総合病院2020年3月25日、東京都台東区で最も規模の大きい長戸市総合病院で入院患者及び看護師十数人の感染が判明した。東京都によると院内での集団感染が疑われるケースは都内で初めてだという。 台東区のハットリ育国区長は医療機関の関係者で構成される台東区新型コロナウイルス感染症対策協議会を設置し、また同病院の受診者や区民を対象とした専用相談電話をそれぞれ病院及び区に開設すると発表した。なお、このクラスターも屋形船に由来する可能性があるとみられる。それ以降も 相次いで関係者の感染が確認され、5月9日の時点で患者131人、職員83人の計214人の感染と患者42人の死亡が判明している。都立牧東病院墨田区の都立牧東病院では2020年4月9日に患者1人と委託職員1人の感染が確認され、4月28日までに患者13人、 職員27人、委託職員3人の、計43人の感染と患者4人の死亡が確認されている。東京都新宿区の新宿シアターモリエールで2020年6月25日から7月5日に行われた舞台、ザ・人狼イケメン・人狼アイドルは誰だで、出演者、スタッフ、観客など30人以上の集団感染が確認された。演劇関係では、 初のクラスター発生とみられる。小規模な劇場のため公演中は密閉状態となり、体調不良の出演者がいながら上演を強行した疑いや、一部の出演者は出待ちしたファンに握手やサインなどをしたり、出演者ら全関係者が濃厚接触者と指定されるなど、ソーシャルディスタンス維持ができていなかった可能性があり、東京都は会場と主催者側に詳しい状況を調査する、 考えを示した。東京都からの要請を受けて消灯した渋谷駅前の大型ビジョンネオンの消灯した新宿歌舞伎町一番街入口。ありがとうございます。